人ではあるんですけど、人の中でもやっぱ熱意ですね。やっぱこの何かをやろうって言った時にやっぱ熱量ある人と、言われてただやらされてるだけの人であれば、決まる交渉ごともですね、やっぱり決まらないと思うんですね。まあ、僕自身もモバイルでアイモバイルやっていくぞっていう時には本当に最大限熱量あったと思いますし、やっぱ最初のスタートっていうのは何もない中から始まるわけなので、その時にもう熱量だけはもうとにかく半端ねえなっていうようなところが大事だと思います。かなり僕は仕事を渡しますね。もうその自分があまりにも関わりすぎたら、やっぱり自分が全部考えなきゃいけないと。でももう任すことで、まあ、君が考えなきゃいけないトップだよというようなところで、まあそういう意味ではまあ自由に、そうですね、経営もしくはまあ事業責任者になれるっていうところでやってもらってるとは思いますね。僕自身もそうなんですけど、あんまりこうそこまでこういち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 干渉されたくはないと思うんですね。でもうそこはもう慣れましたね。もう任せると、任せたら まあね、失敗したら、まあ、その時もしょうがないと、まあ、僕自身も責任があるんでなんですけど、まあ、意外とまあ渡すと本当精一杯人ってやるんじゃないかなと思いますけどね。もうめちゃくちゃ忙しい時は本当にミーティングはもうなしでもいいとは思ってるんですけど、まあ、定期的なまあ報告ですね。で、まあ、状況シェアさせてもらって、まあ、僕から何かアドバイスできることがあればしますし、しっかりまあ自立してやってくれてるなっていうのを確認する場でありますけどね。昨年ですね、まあ、当社に、まあ、僕以外で初めて、まあ、代表取締役副社長を溝田というものがですね、やってるんですが、まあ、彼に、既存事業の、アドネットワークですね、非常に長く彼自身も手掛けてた一人の、メンバーなので、まあ、彼に、まあ、大部分をですね、一任しまして、で、まあ、私としては、今新しく着手した、まあ、ふるさと納税とか、またまあ、アフィリエイトとかですね、そういった、まあアイモバイルの中でもですね、まあ、若い事業体をですね、どんどんサポートしていくと、そしてまあ作っていくということを、まあ、創業者であり、まあ、起業家として今チャレンジしているというところですね。当社ではですね、B2B 事業のネット広告事業、さまざまなプロダクトを用意して、現在、事業しております。B2C に関しましても、現在話題になっているふるさと納税を中心にですね、さまざまな事業を展開していきたいと考えております。しっかり成長してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。